こんにちは、藤森翔です。今、日本の、東京に住んでいる高校3年生です。父親が日本人で、母親が中国人なんですけれども、上海に行った時に国際学校に通ってたので、英語、日本語、中国語、3カ国をしゃべれます。で、その中で経験したことなんですけれども、日本語の素晴らしいところっていうのは、やっぱり和歌にも見られるような多彩な表現力と、奥ゆかしい、感情表現などにあると思います。これを見て日本語に興味を持った方は、ぜひその奥深い表現などを、見て感じて、触れてみてください。ありがとうございました。